そしてですね、次、休みの日って何してる？今さっきちょっと出たけど、これも結構聞かれていたので、あとはまずホロメンに聞いてみました。どんどんパフパフ。休みの日って何してますかっていうのをちょっとインタビュー取ってきてきました。これね、はい、寝てるカナタソさん寝てます。はい、僕は休みの日何してるって聞かれるとめちゃくちゃ困りますね。休みの日ってさ何してる、趣味何とか言われるとめちゃくちゃ困るタイプ。まず寝てる。寝てゴロゴロする。ゴロゴロしながらあのお金数えるゲームあるじゃんお金数えるゲーム、ちょっと語弊があるんだけどさ、そう、僕寝てますですね。寝てます大体僕は。で、あとこちら、配信するゲーム探し、目星があれば他の YouTuber さんのプレイ動画見たり、こちら顔が肝臓さん210歳さんからですね、配信するゲームを探しているということでございました。顔が肝臓さん210歳さんもね、お酒がね趣味のようなのですが、他のね YouTuber さんのプレイ動画を見たりというのでもかなりしっかりとあのゲームについてね調べているということで、とても真面目な印象でございます。僕も、いや僕は休みの日は寝てますね。僕は寝てますはい、そして元気があるときは近所の某回転寿司チェーン店で豪遊する。平均1300円前後の出費。こちら鉄の胃袋女騎士さんです。はい、かわいいね。はい、かわいい女神です。女神、平均1300円前後の豪遊。いやでもわかるな、回転寿司さ安いからさ、ついついさすごい豪遊してる気持ちになるよねこれマジでわかるわ。もう本当にね、回転寿司で頼む300円ぐらいのお味噌汁僕大好きですとそしてまだありますね。これはゲームの裏作業 M さん。これはどの M さんかは、まあ、さておきと、これも匿名性なのでね、M さん、このやっぱりね、やっぱりみんなゲームのことをやってるね。ゲームの裏作業、これは休みと言えるのかというところは正直僕疑問ではありますがと。そしてこちら、 YouTube でヒカキンを見る天才さん。こちら天才さんは YouTube でヒカキンを見てるということですね。ヒカキンさんを見ているということですね。僕もあの YouTube とかはあの見てますね。なんか確かにあの YouTuber で、あの僕でよ、あのね VTuber 見てるけど YouTuber には結構疎いので、僕もあのヒカキンしかほとんど知らない面は実はあり、ヒカキンをたまに見てます。僕も天才さんと同じ感じですね。さんをつけろよ、デコつけやろう、すいません、ヒカキンさんを見ております最近は少しはじめ社長も見ました。すごい豪邸に住んでいる動画を上げていて見ましたね。そしてこちらまたね、顔が肝臓さん210歳からの、お便り。アニメ漫画見たり監修権の返事などもしているということでした。これはね、アニメと漫画は多分趣味で見ており、監修権の返事というのはねこれ結構難しいと思うんですけど、あのねみんなにはねあんまピンとこないかもだけど、例えばね、僕がグッズを出すときとかに、あ、じゃあカナタさん、グッズのイラストレーターさんからのラフが来ました、こんな感じでどうですか、はい来ます、で僕はそれに対して返事をしなきゃいけない、素晴らしいですなのか、あーこれはもうちょっとスカートを短くしたいですなどなど、そういう監修グッズの監修案件の案件の監修もあるし、例えば僕はあのプロジェクト V この間出させていただきましたが、に出た時のあのパンフレットの監修とかね、そういうのの監修系のお返事ということだと思われますと。それ休みいや休みじゃないよね。ちょっと顔が肝臓さん210歳さん、休んでくださいね、しっかり寝てください休んでないからこれ休みの日じゃない、確かに。あ、はい、こんな感じで。そして、こちら鉄の胃袋女騎士さん2通目いただきました。ちょっと僕で見えないんですが、ちょっと僕で見えませんが、とこうして、最近は意識高めに自己啓発動画をヨギボーの上で見るものの、3分後には寝てるというルーティーン。かわいい。かわいいんですけど、ヨギボーってあれでしょ？すごいさ、お高いビーズクッションみたいなやつでしょ？
自己啓発動画っていうのが僕見たことなくて全然ピンとこないんだけど、3分後には寝ているということでね、安心しました。意識が高いと思いつつ、思わせつつ、寝てるわけね、3分後には。実質カナダサさんと同じ、あ、そうですね、これ、1通目のカナダサさんと実質同じという感じで、休みの日はみんなゴロゴロしたり、あんま出かけてるっていう意見もなかったですね。ゴロゴロしたり、YouTube でヒカキン見たり、アニメ漫画見たり、あとは仕事をしてる人もいるという感じでございます。はい、そして次。